アメーボゾア、アメーボゾアは、深核生物の主要な系統の一つである。部分的に訳しアメーバ動物とも、分類階級は通例アメーバ動物門を当てる。アメーバ類、アメーバ様生物のうち一部の典型的なものと、さらに年金類からなる。アメーバ類の中でも、養生加速と呼ばれる、丸く指のようになった加速を持つものが含まれるが、アメーバ類は、 アメーボゾア以外の系統に属するものが多く含まれている。アメーバ類はほとんどが単細胞性で土壌や水圏に普通に見られるが他の生物に共生するものも見つかっており病原体もいくつか含まれている。一方、粘菌類、変形菌や細胞性粘菌は高くないした細胞で胞子を作り大抵肉眼的な大きさに達する。アメーボゾアは 生物の大きさに非常に幅がある。10から20マイクロメートルほどの大きさのものが多いが、もっと大きな原生生物も多く含まれている。有名なシオアメーバは、長さ800マイクロメートルに達することがあり、そのサイズのおかげもあって、細胞の代表としてよく研究されている。カオスやペロミクサのような多角のアメーバ類では、長さ数ミリメートルに及び、変形菌では、 数十センチメートル四方に広がるものもある。細胞は、下流を含んだ、内ただし、エンドプラズムと、透明な外質、エクトプラズムとに分けられる。移動の際には、内ただしは前方に流れ、外質は取り残されるように細胞の外側に沿って、後方に動く。多くのアメーバは明確な前後を持って移動する。つまり、本質的には、 細胞全体が一つの加速として機能する。これらは加速と呼ばれる、たくさんの透明な突起を出すが、これは長さが有限な限定加速で直接には運動に関わらない。アメーボゾアの他の生物では、非限定的な加速を複数作ることがある。それらは感情で大抵下流を含んだ内室がその内部に入り込んでいる。 細胞は全体としては先行する加速に向かって流動し、それ以外の加速は進行方向が変わらない限り次第に縮まる。赤足は普通ない。アメーバやカオスのような裸のもの以外にもアメーボゾアには殻を作るアメーバのほとんど有核アメーバが含まれる。この殻は鍋かむりのように有機物質でできていたり、ツボかむり、 のように集めた粒子を接着していたりしており、加速が出てくる口が一箇所開いている。アメーボゾアのほとんどの生物は弁毛をかき、それどころか、優位と分裂以外で微小管による構造を作らない。しかし、コアメーバ類には弁毛を持つものがあり、また、変形菌はに鞭毛性の配偶子を作るものが多い。こうした弁毛は、 微小管の塩水で固定されており、オピストコンタとの禁煙性を示唆する。ミトコンドリアは特徴的な分岐する環状クリステを持っているが、コアメーバ類ではミトコンドリアが失われている。栄養様式は基本的に食作用、すなわち細胞が食物になりそうな粒子を取り囲み、食法に閉じ込めて、そこで消化吸収することによる。アメーバ類の一部は後部に おそらく老廃物を蓄積しているウロイドというコブを持ち、周期的に細胞から切り離される。ほとんどの種は、食料が不足した時にシストを形成することができ、これが空中を運ばれて、新しい環境に移入することがある。変形菌では、こうした構造は、胞子と呼ばれ、小実体とか胞子脳と呼ばれる柄のついた構造の上に形成される。伝統的には、 養生加速を持つすべてのアメーバ類をまとめて、養生ネアシムシ、都市、他のアメーバ様生物と共に、肉質虫内し、ネアシムシという群においていた。しかしこれは、自然分類群ではないと考えられており、微細構造観察や分子系統解析に基づいて、かつて肉質虫にまとめられていた、生物群は、基本的には、アメーボゾアトリザリアトに再編された。 コアメーバルや粘菌類は初期の分子系統解析では新核生物進化の根元付近から生じたそれぞれ独立したグループだと考えられていたが解析手法の発展成熟により現在では洋上ネアシムシと一体のグープを成すことが明確になっている一方でヘテロロボサと呼ばれる群は外見上はアメーボゾアの生物とよく似ているが全く異なる系統である 感情クリステ類に属していることが示されている。ミトコンドリアが分岐する感情クリステを持つという類似性に基づいて、有惑子状ネアシムシも含める意見があったが、これは分子系統解析によって否定されて、リザリアのケルコゾアモンに位吹けられている。アメーボゾア内部の系統関係については解析が遅れているが、ここでは二準拠してその概略を示す。アメーバ類は、 加速が一方向的で、全体として、梱棒状になるつぶりな類、変平で加速が多方向的に出る、ミトコンドリアンが退化したコアメーバ類とに対別され、他に、多数の、小さなグループがある。コアメーバ類が年金類と菌縁で、このおさと呼ばれる明確な群をなすという説もある。これ以外に、現状では、一不確定な、様々なアメーバ類がある。有名なものでは、 解散のステレオミクサ類の位置がはっきりしない。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。